どうも翔平です、BO3 ゾンビ、新マップでね、前回は、弓のね取得の方法をお伝えした通りでございます。はい、非常に簡単だったと思いますが、そちらの方をね4種類の血がそれぞれ違った効果を持つ弓に改造することができます。今回は第1弾としてねウルフの、狼を発射できるという弓の作り方をご紹介していきたいなと思いますけれども、多分4種類ある中でね一番簡単に作れるんじゃないかなと個人的には思いました。はい、40ラウンド近辺まで使ってみましたけれども、そうですね、追い詰められた時に、効果を発揮するという点では非常に心強い武器ではございますが、大量のゾンビをねまとめて倒すという点においてはライトニングの方が、次紹介しようかなと思ってるね、ライトニングの方が、若干優れてるんじゃないかなと思いました。はい、ということで実際作り方見ていきたいと思います。はい、第一工程といたしまして、マップの中央部分にね4枚の絵画がございます。そちらの目の前に立っていただいて、PS4 のボタンであれば四角ボタン、XBOX1 で言えば X ボタンを押していただくことによってですね、正しい順番で触れているならば、ギター音と今ねギターの音が鳴りましたよね。で、狼のマークが出現します。不正解の場合、正しい順序でない場合はね間違い音ボーンって音とねマークも出ないので、そちらの方でねまずね順番を調べなければなりません。はい、こちらの方はねマッチによってランダムで変わると思っていただいて、なのでねまず4枚ともに触って順番を確かめなければなりません。このクリップでは2つ目まで調べておきましたけど、3つ目でどうなるか、3つ目の絵画に触ってこの音がすると不正解です。なのでまた最初から、ギターの音を鳴らし続けるというね4つの順番をまずチェックするということから始めましょう。ということで、もう1回最初からやってまいります。はい、4枚のうち2枚は正解しているので、あと順番が逆、3と4が逆ってことですね。4枚目はこの一番奥のねアーマリーにありますので、今ねなりましたよね。で、また戻っていただいて最後に正解すると遠くの方で狼の遠吠えが聞こえます。こちらの方で第1工程は終了となります。はい、次工程に、ピラミッドの部屋の入り口でね、近づくと壁が壊れて、狼の弓の元が拾えます。そちらの方を拾ってください。はい、次の工程ではロケットエリアに来ていただいて、崖の上にあるね旗があると思います。そちらの方にね弓を打ち込んでみてください。そうするとですね、今見ていただいてるように見えるかな、アイテムっていうかパーツがねコロ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 転がってきます。そちらの方を拾って、第3工程は終了となります。はい、工程4、ピラミッドの部屋に戻ってきていただいて、ウルフの紋章が書いてあるところの目の前で、四角ボタン、もしくは、XBOX1 だったら X ボタンですね、なかなかね長押ししても反応しない時があるんですけども、そうしていただくとですね、ウルフの残像みたいのが見えるようになると思います。出てくると思います。そちらの方についていっていただいて、エリア、特定のエリアかな、何回かやって同じ場所でいつも止まるんで、多分いつも同じなんじゃないかなと思いますけれども、なんかワンちゃんが止まったところの周辺にですね青い山みたいのができるんですね。その山のね、周りでゾンビを倒すことによって、普通の武器でも構わないと思います。魂を集めていただくというお決まりの工程となっております。はい、今見ていただいている通りゾンビを倒すと青い魂みたいのが山に向かっていくのがわかると思います。そちらの方をね、ゾンビから魂が出なくなるまで続けてください。そんなに数は多くないです。全部で3箇所やらなきゃいけないと思うんですけれども、それぞれ7、8匹かな、多分10匹もいかないと思います。すぐ終わっちゃうと思います。ですね、全員倒し終わると、ワンちゃんがここ掘れワンワンみたいになってですね、そちらの方でできたアイテムを拾うと、今クンクンやってますよね。そちらで、ここでワンワンをやった後、残った山のところからアイテムを拾ったら、またね、ワンちゃんが、まあ、ウルフですね正確に言えば今拾いました。ウルフがね、また動き始めますので次の場所で魂集めとなります。はい、2箇所目はですね初期部屋の隣のエリア、ちょっと隅っこなので、いつもここにいるんではなく、ゾンビが来たらね、くるくる回りながらゾンビを集めてね、まとめて弓で倒すようにしてください。ぜひね、盾を作っておくと、
アイテムをね回収するときに後ろからベシベシ殴られてもね大丈夫なので、ぜひ作っておくようにしておいてください。3箇所目はね、ピラミッドのエリアになります。こちらの方が一番狭いのでここだけちょっと気をつけてください。まあジャガノとね弓があればまあ問題ないかなと。普通の武器でやるとねちょっと改造が必要になるかなと思いますので、10ラウンド超えるとね、ちょっと囲まれやすくなっちゃいますので、弓乱射がおすすめとなります。こちらもね多分すぐ終わっちゃうと思いますので、3つ目のところでも、アイテムを拾って、終了となります。はい、第5工程といたしまして、ワンちゃんが自動的にね動いて、ジャガノの入り口、ジャガノ部屋に入る入り口出口のところでね、止まってクンクンやってると思います。こちらの方の工程では、重力低重力状態じゃないとできませんので、ピラミッドが光り輝くまで時間を潰して待っててください。はい、低重力状態になったらウォールランをしてですね、穴、ワンちゃんがいるあたりの上のね穴に、弓矢で撃ち込んでください。はい、そして適切な場所に当たると、プラットフォームが出現するんですけれども、ちょっとここめんどくさい、時間がかかったりする時もございます。なるべく奥の方にね弓矢を撃ち込むようにしてください。ということで、できたらですね、こうやってプラットフォームがあって、四角ボタンを押すと、こうやって骸骨が復活して、パーツをいたくれますので、そちらの方を回収して終了となります。はい、最後の工程です。狼弓をね、ピラミッドの横の箱に預けて、その周りでね、またゾンビを殺すという、まあ、魂集めの工程となっております。15匹ぐらいかな、どうだろう、そんなに多くないかもしれない。ですが、魂がね出なくなるまで、続けてください。魂が出なくなったらですね、箱の目の前で、ボタンを押していただくとこんな演出が起こって、弓が回収できるようになると思います。そちらの方を拾って、改造の工程は終了です。さて、最後にですね、狼の弓を使って、まあ、使用感をねお話ししようかなと思います。私はソロでしか今のところこちらの方は使ったことがないんですけれども、ひとまとめしたゾンビをチャージショットで消し去るというのは、他の弓とあまり変わらない、まあ、感じですけれども、ライトニングとかとね違って、チャージショットで攻撃しても、しばらくの間一定時間ね効果が持続するということではなく、まあ、サンダーガンみたいにしてね、目の前にいるゾンビを吹き飛ばすという感じの、使い方になります。なのでね、なんていうのかな、まあ、チャージショットの方がいいんですけれども、あんまりゾンビを倒すことに特化してるわけではないと思います。はい、囲まれた後にねバババババッと打つと、抜け出せるという点は非常に優秀だなと思いました。はい、36とかね37ぐらいで1回角に押し進められたんですけども、そこから脱出することも一応できました。はい、ということでですね、今回はデスレイというこのトラップの周辺を使って、KN でしたっけ、KN を改造してターンドをつけた銃と一緒にくるくるここで 回りながらね、ゾンビを集めて、まあ、デスレイをたまに使いながら、チャージショットで一掃するという感じで、プレイをしておりましたけれども、ここで回る利点はね、なんだろうな、ロボコンがねデスレイの目の前に湧いてくれるので、まあ決定打っていうかね、いきなり捕まえる、デスレイで捕まえることができるっていうのが非常に利点だと思います。ただね、30ラウンド後半ぐらい出てくるロボコンから、もうデスレイ1回分のダメージじゃ倒しきれなくなっちゃったので、結局移動せざるを得なくなりましたね。ロボコンがいる状態でここをくるくる回ることはちょっと難しいと思いますので、まあトラップを使うなりね、ゾンビを削りながら、倒すという形になってくるんじゃないかなと思いました。はい、なんっていうのかな、チャージショットでいくら攻撃してもね全然ビクもしてないので、どうなんですか、狙う場所が悪かったのかもしれませんけれども、普通の武器で頭を正確に狙った方がダメージが入るのかなというのが感想でございました。39ラウンドでできたロボコンはね、これ全弾を体に打ち込んでも全くビクともしなかったちょっともったいなかったかなみたいな感じがしました。はい、普通のレギュラーショットでゾンビを撃つと2、3匹ぐらいは倒せると思うんですけれども、立ち上がってきたゾンビは、
緑色のオーラをつね、まとうようになって、ちょっとしばらくの間一定時間ゆっくりに、なります。なので、その間なんていうかな、ゆっくりになったゾンビがね、小さいところで回ってると邪魔になってしまう、逆にはまってしまう原因になりますので、その点は注意してください。使うときはね、チャージショットが基本的におすすめだと思ってください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ではではでは。